軍事省はフランスの省。担当領域はフランスの国防及び軍事を担当する。パリ、サンドミニク街のブリエンヌ館に入居している。1589年、フランス国王霊下の4人の国務卿の1人が陸軍卿として軍政を勝利するようになったのがフランスにおける軍務大臣の金言とされる。1791年、陸軍卿は陸軍大臣と解消された。 以後、1930年代に、陸軍、国防大臣、第二次世界大戦後、陸軍省に、海軍省を包含する形で、国防省になった。1969年から2017年までは、国防省と称していたが、2017年6月21日の、第二次、エドアル・フィリップ内閣発足時に、現名省に改めれた。軍事大臣の権限下で、 中央政府の軍事省は多くの機関を有している。現在のジャン・カステックス内閣においては、フロランス・パルリが軍事大臣を務めている。陸軍協陸軍大臣1791年、統領政府成立まで第一訂正以降、フランス共和国臨時政府第4共和制第5共和制。ありがとうございます。